った。ブーストタイム終了。お疲れ様です、今日は何をするかと言いますと、このハイクーパーがね、見てもらえばわかるんですけれども、こんな感じでかなり汚れてしまっているのでね、はい、なので今日は、ハイクーパーの洗車をしようと思います。で、今おばあちゃん家にいるんですけれども、おばあちゃん家で洗車をするということは、ででん、じゃん、はい、こちらね、視聴者様からいただいたケルヒャーのこの水圧洗浄機、これが使えるということですね。つい最近にもね、あの動画の方で牛車で使わせていただいたんですけれども、これを今回も、使わせていただきます。それでは早速やっていきたいと思います。威力が弱まっちゃいましたね。それでも落ちるは落ちるけど、さっき入力が欲しいな。急に来ましたね。よし。次は正面。正面もかなり汚れていますね。これは落としがいがありそうです。それではやっていきましょう。
い、次はこっち、威力戻ってますように。あ、ダメだ、弱い。信じてちょっとやっていきますね。うわー、元気だ。弱くなっちゃった。ブーストタイム終了。いいね、なんか常に来るパワーじゃないっていうのも逆になんか可愛らしいですよね。いつ最大火力が出てくるかわからないっていうのがまたドキドキしますよね。一瞬だな。はい、とりあえず今、ケルヒャーでね全体的に水をかけてみました。どうですかね、まだまあ拭いてないんですけれども、水だけでもかなり汚れが落ちてますよね。これタイヤとかもすごい綺麗になってますよね。よいしょ。はい、こんな感じです。よし、それではドンキで買ったこちらのマルチクロスで拭いていきます。なんかでも車の洗車っていろいろと拭き方とかちゃんとありましたよね。確かちょっと全然自分の車とかもコインランドリーとかで、コインランドリーガソリンスタンドの、ね、洗車とかで済ませちゃうので、ちょっと本当拭き方とかわからないので、見る人が見たらどんな拭き方してんだって突っ込まれちゃうかもしれませんが、ちょっとそこはご了承ください。よいしょ。バケツが見当たらなかったので鍋に入れて持ってみました。これなら濡らしてしっかり絞って。あ、でもまさよりは落ちてるか。全体拭くだけ拭いてみますね。とりあえず難しいぞこれ。思った以上
で、この後に、またこの新品のこれで、クッキーはどうだ、これで、綺麗になるのかな。それではこちら、今回のために買ってまいりました、ドンキで。これがね、なんだこれ、この面をやっていきますか。これでやっていきます。あんま、これはなんかあれですね、くるくる回すように拭くのではなく、上下左右で塗るのがいいみたいですね。いやでもどうだ、カメラじゃ全くわからんな。右がやった面で左がやってないんですけど、どうですかね、カメラだとあまり違いわかんないですかね。なんか肉眼だと若干でも確かに右側の方が白い感じはするんですけど、この洗車って思った以上に大変だなこりゃ。次の面行きます。いよいよラストです。正面やっていきます。というわけで、無事洗車が終わったところでね、今日はこれで終わりたいと思います。もう手が冷え切っちゃって、もう寒いですね。もう早く家の中に入って温まりたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。本
日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。